ラグビーワールドカップ2019の開催まで500日となった5月8日、袋井市のエコパスタジアムにて、カウントダウンボードの点灯式が行われました。点灯式では、袋井商業高校吹奏楽部による演奏が披露され会場を盛り上げた後、吉林副知事は、残すところ500日になりましたけれども、2019のワールドカップの成功を今日を契機にですね、さらに、みんなで一生懸命ですね、準備をしていきたいと思います。ぜひですね、今日集まる皆様のですね、絶大なる応援をお願いいたしまして、点灯式では交流試合を行う本県と南アフリカ共和国の高校生チームがバナーを持って入場した後、両チームのキャプテンと五郎丸選手、南アフリカ共和国大使館職員らによりスイッチが押され、500日前を示す500の文字が点灯されました。今後、カウントダウンボードはグランシップのほか、袋井市をはじめとした甲市役所に掲示されます。いよいよ盛り上がってきたラグビーワールドカップ2019。今回のイベントが盛り上がりを後押しして、成功に向けた期待がますます高まっています。